陰泉上飲泉とは、温泉を飲むという行為、またはそのことによって、病気の回復などの効能を得ようとすること。古く当時においては、温泉に入るだけではなく、陰泉を行うことによって、さらに回復効果が高まるという考えがあった。また、特に炭酸泉などは、冷泉と言われ、薬効が高いものとして沈重されたほか、嗜好飲料として飲まれることもあった。明治時代、 大正時代には、サイダー飲料の原料として、炭酸泉が用いられた事例も存在する。代表例としては、有馬温泉の有馬サイダーなどである。現在でも、露天風呂の継ぎ口などに、コップや被尺などを設置して利用者に飲ませたり、ベッド蛇口を設置して、飲泉設備として整備している例が散見される。とは言っても、共産性や共食沿線であったり、 温泉成分として水銀やヒ素等を含むなど、選出によっては引用に適さないものもある。また、温泉といっても、循環風呂の継ぎ口のお湯など、衛生上問題がある場合や、保健所に陰泉許可を取得していないために陰泉が禁じられている場合もある。東京都の温泉では、陰泉は許可されておらず、地域的に許可されていない場合がある。 温泉分析表別表には、陰線に関する近畿が記載されているので、陰線の際の可否判断の参考になる。陰線の効果については、2017年の調査で12、研究を発見し、胃腸、炭水、等の代謝についての効果が研究されており、それらに可能性はあるが、選出の多様性もあるため、さらなる研究が必要と論じた。ありがとうございます。